何用で参った？志村様から酒を届けるよう頼まれましてね。皆さんへのご褒美だとか。捕虜の番をしておるのだ。ここから出られるわけないでしょう。グズグズしてたらお仲間に飲み干されたりして。そういえば島に着いてから水しか飲んでおらんだ。ならば酒がしみるでしょうね。ケンジ、何をしておる？見ればわかるでしょう。逃げましょう。逃げれば民を束ねることはできなくなる。叔父上も失望される。ここに残れば本土へ送られ裁きにかけられます。その下旨が届いたんですよ。柱にはあなたしかいないんです。ユナにもあなたしか。無事か？あなたの太刀を持って雪の中ハーンを追っとります。クロードを待ってるんですよ。お許しを、おじゅう。雅子殿、ノリオ、石川先生と大見村へ行け。俺とユナで道を開いておこう。ユナは金であなたを待つと言ってました。ご神木のそば。馬もお戻りを待ってますよ。門の近くに抜け穴があるそうです。そこから出られます。物見の気をそらしましょう。でもあなたが逃げたら足も逃げます。よく来てくれたな。おいしく飲んでやらせます。手負ったせいか焼けたムクロの匂いがしなくなったな。クロード様とやらのおかげで島はムクロの山ではないか。誇りのない犬め。ご用意しかけの庭でお話をなさる。まさにこのことよ。モーコは言った。殺し方が無くて人じゃないみたい。ノブ、酒井殿が逃げたぞ。隅々まで探すのだ。逃がすな。我らも探しましょうか。見つかったか。北へ逃げられる。お主ら馬に乗れ。残りの者は門を固めよ。よし、落ち着いてくれ。どう？俺だ。いたぞ！馬上だ！逃がすな！
ユナはおらぬな。だがこの者ら、ひとところに集められたのか。目を覚まさないかと思った。生きておるとは。もうこの毒矢を食らってしまった。誰が教えたの？わからねえ。だが作り方を知られたようだ。奴ら金の連中で試したんだ。あの村が焼かれる前、血だまりの中で死んでる家族を見た。始末をつける手は一つ、ハーンを撃つことだ。あいつは海岸の砦に兵を集めてる。泉の港だ。その近くに野営を敷きたい。調べてみるよ。兵具はつづらの中。支度ができたら矢倉に来て。ユナと話そう。いい隠れ家を見つけた。矢倉から山の方を見て。隠れ家、山の近くか。城覚寺の仏塔、寺は壁に囲まれ、その上ハーンの砦にも近いな。そうことは優しくないよ。今は猛虎のものだ。取り返せばよい。馬屋に行こうか。馬はどうしたの？逃亡の折、追っ手の矢を受けて
ノブは死んだ。気の毒に。今は新しい子で我慢して。行くぞ。あれは金の民か。さあね、今はルミンだらけだから。叔父上と共に猛虎を追い詰めておれば。なんであの時降伏したの。俺が降伏しなければ対馬の民が本土の武士や叔父上と戦っただろう。殺し合いになれば藩の思うつぼだ。志村様は罠にはまったね。追い詰められていたのだ。猛虎にも俺にも将軍様への義にもな。力を合わせねばならぬ時なのに。なんであろうと志村様はバカだ。家督を継がせたいという思いを打ち壊してしまった。正しきをなすためだろう。それが吉と出るかは分からぬ。幾度も証明してきたよ。藩を殺して猛虎を追い返せば志村様は許してくれるかな。幼い頃から叔父上は父であり師であり世の全てだった。嘆かせたくはなかった。いつか和解できればと願う。いずれにせよ許されたとて俺は変わらん。私のせいだと思われてる。俺が選んだ道だ。いかなる始末になろうと悔いはない。たとえ罪人と呼ばれようとも。城覚寺は近いぞ。湖に宿営がある。そこから寺の様子がわかるよ。馬を降りろ。歩いて行く。こっちに来てよ。ここの森深いね。隠れやすい。我々にも猛虎にもな。じゃあ平家たちを越えて寺に近づかなきゃ。つまり湖か。捕虜がおるぞ。あれじゃ凍え死ぬ。助けよう。まず宿営、次に寺を制す。のろし術。あれで敵襲を知らせるのか。
凍え死んでる。ひどいな。何でもしますから。やめて、何でもしますから。ここで死ぬかと思いました。動けるな。全て助けたね。寺はここより守りが固い。焦りは禁物。じゃあ物見と行こうか。火薬の樽があるぞ。使わせてもらおう。物見役の旧兵、見つかったら狙い撃たれる。ならば誘い出せばよい。え？のろし術を打ち上げ、おびき寄せて一網打尽にする。待っておれ、のろしをあげる。敵がさらに寄るまで待つか。気を引ける。では戻る。
慎重に策を練らねばな。あの滝凍ってる。あそこを登れば裏に回れるね。行くよ。片付いた。もう安全だ。下人として死ぬかと思いました。もう終わったぞ。モーコもいないし、壁も頑丈。ここなら安全だ。ジン、志村様のこと気になる？俺が望んだことだ。ハーンは叔父上との戦で武士勢を破る術を知った。だが我らを防ぐ術は知らん。鷹の仇取ってやろう。皆の仇だ。